どうも、おげのもこです。お願いします。ということで、今回は、我々は何も企画を知らされておりません。スタッフの野島くんがちょっとやりたい企画があるということで、はい、もう丸投げです。何なんでしょう、今日は。今日の企画はですね、はい、これは誰のツイートっていう企画です。これは誰のツイート、うん、まあ、すごい簡単に言うと、はあ、まあ、2ちゃんスレクイズは2ちゃんのスレッドの内容から誰のスレッドがあって、うん、今回のはその人がしたツイートの内容を言っていくので、ほう、そこから誰が、あ、まあ、誰のツイートかっていうのを当てる。なるほどね。芸人だけじゃないくて、まあ、それはまあまあ、それはもうお楽しみだよね。やっぱ中身で分かりやすい説明が。じゃあそれでポイント選手 で負けた方が包茎手術っていうことだね。はい、負けた方が包茎手術です、今回。ガチガチです。いや、俺負けようかな。で、一応包茎の手術代も、手術代は鬼越トマホークの喧嘩チャンネルが全部出ます。じゃあ負けた方が得じゃん。あ、もうダメだって。だから言ったでしょ、包茎じゃないと俺らの喧嘩受けないんだから。あ、俺らが包茎2人が喧嘩してるから、なんか言ってるから、みんなが笑ってんのよ。あ、俺らがズル向けだったら受けないから、一切。確かにね。まあ、一応まあ、そのまあ、3ポイント選手、3ポイント選手で、ちょ、まあ、勝ち負けも一応決めておきましょうか。はい、じゃあもうどんなクイズになるかも全く分かんないから、ちょっと試しに1問目、はい、だって絶対俺らが知ってる人ってこと。まあ、それはそうでしょう。そんな無名の、うん、知らないそこらの坊ちゃんのツイートはないです。じゃあお願いします。じゃあ一つ目のツイートいきますね。ボンボン言っちゃっていいんだよね。 THEW に向けてやれることは全てやった、あとは楽しむのみでございます。サンジのヒロイン。違います。あ、個人ですね、基本的に。まあ、個人か、そこそこ。何言ってんの、スレッドみたいな。サンジのヒロインなんてツイッターアカウントあるわけねえだろうか。福田とか奏とかどうだろう。今あっさり注意受けたわけよ。その後にこってりの注意やめてもらっていい？いや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 、もうそこで、いやいや、あの、個人名言わなければさ、じゃあ例えばさ、トレンディエンジェルとか言ったら当たっちゃうじゃん、簡単に。いやいや、そんなに怒ることじゃない。バカ野郎、ルール守れよ。いやいや、野島くんからあっさり今注意受けたから。ルール守れよ。わかんなかったのよ。お前ルールも守れないのか、お前。いやいや、ちょっと。なあ、お前は。そんな大したミスじゃねえ。暴力だぞ、ルール守れないツッコミなんてよ。分かった分かったから。誰がルール守れないやつの YouTube 見るんだよ、お前。じゃあやめても、本当に。まあ、Google さんの。ね、友達いないでしょ、多分。こんなことでこんなに怒るとか、友達いないでしょ。お前、Google さんにさしてもろってるわけだろ、この YouTube チャンネル、お前。ルール守れよ。Google さん、まあまあ。ルール守れないんですよ、こいつは。ちょっとごめんね。それは。ルールがあるから。分かったから、個人名な、ちょ、勘違いじゃん。社会をルールで。2ちゃん、2ちゃんクイズ、ちょ、間違えちゃったから。オッケー。原始人でもね。牧野捨ててこ。早く出した方がいい。もう一回いいですか。早く鍋出した方がいい。他のツイートも言ってくれるんだよね。でも、まあ、早い方がな。ザ・ W に向けてやれることは全てやった。あとは楽しむのみでございます。ユリアン・レトリーバー。A マッソ可能。違います。え？次いきます。海よ、これが人間の最終王。スイカの配役である。吉住？違う。え？ヒコロヒー。違う。ザ・ダブル多分決勝出てないよ。決勝出てる人だもんね、言ったら。オカリナ？違います。花ショーのちっちゃいゴリラみたいな子。花ちゃんだ、花ちゃん。花ちゃん。花ちゃんのこと、お前ちっちゃいゴリラって言うの？ルール守れよ。おめえだよ、ルール守ってねえの。燃えるぞ、こんなもん、お前。女の子捕まえてるちっちゃいゴリラ。ザ・ W の決勝出たことある子か。海よ、これが人間最終奥義、スイカの解約じゃ。スイカ。スイカの解約じゃ。ちょっと尖ってる感じ。もう一個。もう一個じゃない。小さい魚が出たよ。でも口の外に出る前に食べたから大丈夫。うわ、めちゃくちゃ大喜利ってるな。ちょっと尖ってるね。尖ってる、ユニアンじゃないよね。尖ってる系の女芸人。阿佐ヶ谷姉妹さん。どっちだよ、どっちだよ、お前ルール違反だぞ、お前。お姉さん、阿佐ヶ谷姉妹さんはルール違反だろ、お前。おいおい、二人いんだからよ。おいおい、姉貴か妹か言われたらルール違反だろ、お前。おい痛い、やめてクイズさせてくれ。おい痛い痛い、ルール違反だろよ、お前。俺の三次のヒロインシステムで一緒じゃねえか、お前。阿佐ヶ谷姉妹さん、お前は揚げ足、揚げ足やら、お前がさっき言ったんだな。揚げ足好きだな、揚げ足。おい揚げ足、おい、こらおい、やめろやめろ、もう。誰だっけ、キッド、キッド、キモすぎる。
何この今年36だよもう誰もお前と誰もクイズやってくれなくなるぞ。はい、お願いします。それ全部一個一個違うの。違う。あ、紅生姜熊本プロレス。ああ、 あそこね、うん、紅生姜熊本プロレス、紅生姜稲田。いやいや、紅生姜って言った時に野島君がピンときてないから。ああ、ザ・ W でしょ、決勝だよね、出るんだもんね。トガリ系のやついたっけな。ヨーホーレイクちゃん。ヨーホーレイクちゃんっていうツイート。ヨーホーレイクちゃん、レイクちゃん、レイクちゃん。でも最初100均系じゃない。多分ピン、ヒコロヒーじゃん。いや、ヒコロヒー出てないよ、ザ・W多分決勝。ヒコロヒー以外の100均系女芸人、え、福田さん違うよね。 A ワーストの可能じゃないんだよな。だじゃない、さんじゃない方が何て名前だ。 B マッソの方だな。A と B でやってねえから。誰だろう。もう一個ヒントちょうだいじゃん。お母さん、今日はみすぼらしい格好でワンカップを飲みながらマカロニを2時間くらいずっと食べ続ける仕事でした。誰に需要があるか分かりませんが、ありがたい限りでございます。また報告します。結構俺ザ・ W で跳ねたと思うんだよね、これ。もうチャンピオンか、もう準優勝ぐらいしてるね、これね。で、ユリアンで、浅林真司さん。吉住ではないよね。え、テレビ、よく出る。でも、多分、1個、僕がヒント出すとしたら、うん、もっと柔軟に考えた方がいい、出ないかもしれない。あ、なるほどね。え、ユイピー？違う。違うか。ザ・ W の審査員の方かな。清水美智子さん。あ、え、友近さん？まちゃみさん？違います。あ、審査、MC？ まさか MC だっけ。チュートリアル徳井さん？違います。いや、え、後藤さん？違うな。あ、そういうことか、そういうことか。後藤さんに SNS やってる。いや、ZW の MC って、え、でも審査、ヒロミさん？あ、違う、そんなこと、そんなことつながるのかな。あ、そういうことか。他にもツイートある。ちょっと待って、ちょっと待って。多分これ見てる人多分分かってるよな、多分。めっちゃむずいな。 ZW ちょっと疎いんだよな。じゃあ、ヒント、うん、ちょっと大きめのヒント、うん、写真付きなんですけど、うん、ちょっとぽっちゃり系の人が大人の風みたいな服装をしている横で、写真とともに上がっている言葉が、うん、まあ、今日はこの誇張しすぎた湘南の風みたいな人と朝から飛行機で崩し事。崩し事。ザマミー酒井じゃないしな。え、ザマミー酒井？違う。いや、ハリウッドザコシショウさん。違う。あれ、これ女芸人じゃねえのか。ザ・ W。 え、あ、ザ・ W の中継とかってこと？バカよ、あなたは新藤さんじゃないよね。そんな出ないだろ、お前、クイズで。クズ仕事。岡野さん？正解。吉住さんですね、だから。なるほどな。ザ・ W は。たまに、敬語ツイートすんだよ、あの人。確かに。で、やっぱ、岡野さんってクズ系出てこないと分かんないね、全く。あ、岡野陽一か。岡野陽一を女芸人だと思ってた。確かに。ちょびひげが野間中次郎がよ。よっしゃ、よっしゃ、一本。わー、ちょっとごめんごめん、ちょっとスイッチ入れるわ、ちょっと待って、脳を活性化させないと。ちょっとよし、次ちょうだい。やべ、岡野さんね、わかんねえもんなの、これ。じゃあいきます、はい。オファー&ヨー、チ&コー、ジ&ピー。山添さん？違います。江原さん？俺も思ったけど、あれ、あれ、みやぞん？違います。兼近？違います。あれ、オファー&ヨー、あ、ニューヨーク島さん。違う。え、ティモンディ高岸。違う。いや、でもなんかライン的にはそっち側な気がすんな、そんなツイート。オファー&ヨー。オファー&ヨーでしょ。ちょっとヒントちょうだい。次だな、次のツイート。帰宅、風呂入りのめんどくせえ、プロドクセー、リリック、ラップ、あばれる君。違う。ヒョイマン高木さん。違う。モグラ。モグラそんなツイートしないな。モグラ結構敬語だもんな。メルルからシャレオツのスニーカーをもらってました。メルル。リンタロウさん？違う。メルルありがとうで。メルルといい感じってことね。メルル、シュウペイさん。違います。フワちゃん？違います。でも第七世代っぽいな、なんかその感じ。違うのかな。新しい靴履いてきたんですが、ソールが 4,5 センチほどありまして、本日190センチ超えてます。ザズイ。違います。ザズイ。違う？ザジ。ズイ。ザジ。ズイ。発音じゃねえ。発音じゃねえんだよ。190センチ超え。タカさん。タカさん。ザギース大関さん。違う。囲碁将棋さん。違う。コンビ名で言うなっつってんだよ、まあ俺は。子孫の長谷川さん。まあ、その追加続きで、まあ、
今日は漫才出番なんですが、すごい違和感ありそうなので、今後漫才出番の時はもう吐かないようにします。RG さん。違う。HG さん。違うか。身長でも、あ、分かった。濱家さん。正解。よし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 。濱家さんね。ずるいよ、なんか出しすぎだわ、一回に。いや、だっていいんだから。なんか、損失ルール違反だ。じゃあ最初に言ってもらっていい？お前、育ち悪いだろ。ピンって、いや、板橋だから。いろんな飯、お前。ジャンクよ。お前、あれだろ、バイキング行って、お前、こう、皿にもらわず、こう、食っちゃうタイプだろ。そんなタイプいねえだろ、お前。ルール違反だ。言っていいってルールなんだよ。違う違う、箸の持ち方と一緒で、これ、ちゃんとしたルールは決まってないけど、ちゃんと、お前、クワマンと一緒だよ。じゃあ、1ポイント、1回ずつってこと？ 1 回ずつだよ。そんなルールでも決まってないんだからさ、パッパパッパパッパって言っても箸の俺はこれからもこれでいくよ、このスタイルで。ああもう視聴者さんめっちゃ叩いてください、こういう、だってこういうゲームなんだから言っていいんだから。で、思いつかないよりはもう何も黙ってる方がやばいよ。キモいキモい、見てる人が。あと宮に、目屋についてるし。お前もケツにうんこついてるよ。お前もってことはお前もついてるぞな。お前もってことは、お前もってことは小指、はい、あーキモいキモい、ほんとキモい。じゃちょっと会話できない。1対1ね、今オッケー。じゃ次の問題いきます。今日もキックボードで帰っちゃおうかな。志麻さん。違います。マジラブ村上さん。違う。兼近。違います。凛太郎さん。違います。宮下草薙の草薙。違う。違います。ラッパーのエース。違います。9月になったからってここまで寒いのマジ天気絶そうないよ。夏ファンの気持ちこれ以上無限にするつもりなら押しおります。ゆず北川さん。違います。そんな出ねえか。チューブの前田さん。違います。夏でしょ、もう夏の人なんで多分。夏でキックボード、夏でキックボードをやってる人。中山きんに君さん。違います。なんか裸でやってそうじゃん、もうなんかキックボード。次ちょうだい。賞味期限3日前の卵をワンチャン半熟卵で売ってみたらダメだったんだよ。いや、ジャスティン・ビーバー。いや、なんで英語じゃなくて。いや、でも夏でキックボードで卵食ってそうじゃん。いや、スクランブルエッグ。偏見でしょ、もうジャスティンの。ジャスティン・ビーバーじゃないか。リューチェル。違います。あー、リューチェルっぽいね。ぽいよ、ちょっとね。ジャパニーズ・ジャスティン・ビーバーだ。あー、ジャパニーズだな。キックボードか。キックボード、でもフワちゃんっぽいんだよな。フワちゃんっぽいな、フワちゃん。正解です。今の同点かな。え、俺フワちゃんっぽいんだよなって。でも俺の方が先だったんじゃない。俺がでも正式に答えたの。でも俺フワちゃんっぽいよなって言ったから。いやいや、フワちゃんっぽいよなで俺フワちゃんっつったから。ドローだな、これドローだな。いや俺だけど、ドローだなこれ。まあ、次のとかだと、まあ、さっきラジオって曲流してる時感想の部分早送りしてってワンちゃん頼んでみたらいけた。あ、フワちゃんだね。フワちゃんもこうやってクイズで出されると意外と分からないね。言い方だからね、うん、もうオハピオが出てきたらフワちゃんだって思ったら分かんないね。オハピオ出ねえとさ。じゃあ次いきます。目を覚ました俺からこの言葉を告げさせてほしい。おはよう。しずる池田さん。違います。ローランド。違います。ガクト。違います。武井壮さん。違います。江原さん。違います。あ、江原さんは江原ようだ、絶対違います。もう中さん。違います。言わない。どんよりとした空の下、収録行ってきます。今日は歌うんですけど、早起きできなかったので声が全く起きてません。口内、まあ、口の中って書いて、口内に、iPhone 仕込んで、そこから電極流してもできます。凛太郎さん。違います。小畑のお兄さん。カネツィ。違います。じゃあ1個ずつだ。だからさっきお前連発で言ってたから。指さすな。いやお前マジで殺すぞ。てめえ殺すぞお前。さっきお前ずっと連発言ってたから。ほんとカツ隠すぞてめえ。いつかむずいな。ちょっと次のやつ欲しいな。はい。妻にホットコーヒー持ってきてって言ったら、はいはい冷たいやつで OK って言われたんだけど、ホットって言葉初めて聞いたのかな。かわいい。わかりました。ジョイ。正解です。うわー、妻のことをつぶやくから妻のほっこりエピソード。まあ確かにね、今もうつぶやいて19お気に入りぐらいじゃん。妻で飯食おうとしてるからね。そうそう、家族で、うん、ジョイくんか。歌歌うもんね、モノマネとかも。うわー、今のすぐ想像できた、ね、妻のエピソードでもう、あーぽいなと思って。ジョイ君ちょっと分かんなかった今、うん、オッケー。にーにーじリーチで。はい。帰宅、今日はスキンケアだけにします。おやすみ。リンタロウさん。正解です。俺のがやがったな俺、ね、まあでもドローにしてやる。ドローだな今の。リンタロウさんね。
今のリンタロウさん、もう今の分かる。美容と変な朝ごはんみたいなのばっかり。そう、美容で飯食おうとしてるから、リンタロウさん。魚系のね、朝ごはんみたいな。そう、リンコとかのわけわかんないやつやってるから。リンタロウさんね。やっぱドローでいいよ。さっきのフワちゃんも俺だったけどね。本当にフワちゃんかなっつって。フワちゃん何対何かな。2-1。酒井さん2、金さん1。OK。じゃあ次いきます。うん、死後禁止とかの頑固系。頑固系のお店って自分が我慢するよりも他のお客さんが。しずる村上さん。違います。ちゃんと怒られないように振る舞ってるからかなって心配になるストレスが嫌です。カウカウ多田さん。違います。違うか。最近ストレスがすごいからめちゃくちゃ悪口を送られてやろうかな。108個悪口を怒りに悩むって書いてまともってのにしようかな。ひこちゃん。違います。ストレスがすごい。山添さんも。山添さん。違います。言わないもんな、そんなこと。ちょっと病んでる系だな。もう一個欲しいな。さらば青春の光さんですよね。と声をかけられて違いますよと伝えたら写真撮ってくださいとお願いされて撮りました。 BKB さん。違います。屋敷。違います。屋敷はそんなことつぶやかねえだろ。わかんねえだろ。同期なんだから関係ねえだろ。お前今同期でもつぶやくだろ。同期じゃないっていうつぶやきじゃねえじゃん。せえカツカレー。うるせえクルチンポ。は？クルチンポ。クルチンポ。せ花に日本で一番花エロい男。日本で一番耳ちいちゃい男。花エロ。花エロ。おい顔面中心に集まってるやつ。せ顔面でか。あさらば青春の光さんですよね。どっちだろう。森田さんか東袋さん。でも言わないで。だってツイート出さないでしょ。そんなファイヤーサンダーとかじゃないだろうしな。さらばシソン二郎さん。違う違うな。二郎さんそんな書かないな。昨日歩いてたら女子2人組の最低でも170センチは欲しいよね。あ、さらば森田さん。違います。というあ、井口さん。正解です。フェスランド。身長へのコンプレックスね。身長へのコンプレックス。井口さん22だろ今で。ちょっとちっちゃくて出っ歯だから森田さんと勘違いされるっていう。で、BKB さんと井口さんのは似てるけどな。誰に勘違いされてんのお前は。最近だとマービンジュニアだよ。マービンジュニア。マービンジュニアで今同点。次取った方が勝ちね。 OK。 ラスト問題いきます。多分これ結構むずい。じゃ芸人じゃないんじゃない。でいきますよ、うん、問題は仕事前にしっかり起きて投票所まで行って間違いなく文字を書けるのか。中卒で酒飲んでる。えうちの親父じゃないよね。中卒。うちの親父中卒なんだけど。ツイッターやってるのお前。え田中角栄。小卒だよ。あ小卒か。田中角栄小卒か。中卒。中卒。え森田さん中卒じゃなかった。さらに違うか。中卒だと伊沢拓司。いやもう大卒も大卒だよ。東大所伊沢さん。もう一個欲しいね。除毛クリームを塗ったせいで乳首が腫れ上がり、パーカーの上からでも対面した相手が増す。今日は雨だから疑問を取れないだろうが、雨がやんでしまうと変態だと思われる。あの、フリーズで遅れる。佐藤二郎さん。中卒じゃねえよ。いや、信州大学まで行ってるわ。佐藤二郎さんに詳しいな、お前。え？でも結構凝ってる感じの文章だね。中卒の芸人じゃない人かもしれないな。しっかりツイッターやってる感じでね。これ文化人っぽいね。伊集院さん。違います。伊集院さんってなんか中卒じゃなかったっけ。多分そうで、分かんないけど落語の道行ってるから多分早いんだよね。頭いいけど中卒ですって人の代表じゃなかったっけ。違う。確かに村本さん。違います。村本さん高校中退だから中卒だったんですよ。つまらない人間になってしまったな。おっぱいのこととか考えたいの。中卒が頭から抜けない。そのセリフって誰だ。なんか見たことあるな。エロい。ああ、ちょっとアホ臭いツイートもしてる。寛平さん、かなりむずい。かなりむずいかもしれないですね。今の段階だと。なるほどね。結構強めベロベロの佐藤丸郎さんから飲みに来いとの電話が入る。ほらほら。山田優の店に行くらしいが、山田優はお店の経営などしていない。不安は残るが気にせずね。ああ。あれだ。あ、違うかな。アルピー酒井さん。違います。平子さん。違います。オードリー若林さん。違います。違うか。日大でじゃない。でもその
佐藤二朗さんから若林さんに電話したってエピソードあったよな。俳優じゃないこれ。阿部サダヲさん。違います。じゃあ、ムロツヨシ。違います。あ、じゃあ俺ムロツヨシさんが出なかった今。これ俳優さんだと思うわ。あんま言っちゃうこれヒントになっちゃう。ちょっと待って、そっち系の俳優さんなんで多分これ。おもろ俳優。おもろ俳優。大泉洋。違います。おもろ俳優だ絶対これ。大泉洋大卒だろ。個性派おもろ俳優絶対。中卒っぽい。中卒っぽい俳優さん。枝豆さん？枝豆さんじゃない。中卒っぽい俳優さん誰だろう。おもろくて中卒っぽい俳優さん。もう一個。じゃないこれ出てそうだ。今日は全裸の撮影じゃなく山田孝之。よしー。中卒なの？山田孝之。いや意外とそうなんだね。やっぱりね、俺でおもろ俳優だなと思ったの。絶対におもろ系の俳優だと思って。いや確かに吉彦とかなんか伏線はあったな。そうだね。しかじゃあちょっともう俺包茎手術とは言わないけど、ルーちゃん今後ろ向いて向いてもらっていいじゃん。じゃね、出さなくていいから向いてエンディング撮るっていうのでいい。ルーちゃん頼むよ。なんで今かぶってるんだよ。え、いやいやかぶってるだろう。なんでかぶってるんだよ。かぶってない日なんかないじゃん。今ねちょっと今からうちのりょうちゃんが向きます。ちゃんと向い、ちょっとちゃんと向けよ。俺も見てっから。おい、まあ、フォークの握りで向くなよお前な。フォークの握りでよ。向いちゃった。ちょっとね、向いた。向いた。向いた。マジで俺マジで。お前こう向いてて、お前この2本でお前ふざけ。おいふざけ。お前もうやめろ、お前めちゃくちゃ触ってる。くっ、ああ、ふざけんなよマジで。大丈夫、目大丈夫。いやそこの心配、そこの心配じゃねえんだよ。目大丈夫。お前ふざけんなよ。終わりだ、エンディングだ。ああ、くさい、くさいわけねえだろ、別にテレコン。一人で撮ってるわ、エンディング。さあ、ということで、今回ね、チンクサうるせえ。ということで、今回僕の勝利になりましたんで、チンクサ、まあね、ある時はもう皆さん、クサ見てください。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。